ジェルが硬化しました。ベースのジェルを二度塗りしたい方は、一度目のジェルが硬化した後にもう一度ジェルを塗り、再度硬化させてください。未硬化ジェルの拭き取り方です。ノンアセトンリムーバーをジェルの上に置いてそっと拭き取ります。この時、一本の爪に対して毎回新しいワイプを使ってください。拭き取りができました。コットンでも使用可能ですが、コットンよりも専用のワイプを使った方がツヤが出ると思います。未硬化ジェルの拭き取りですが、ジェルとノンアセトンリムーバーの相性があると思いますので、できたらメーカーがおすすめするポリッシュリムーバー、ノンアセトンポリッシュリムーバーを使った方がいいと思います。ない場合はエタノールでも代用できます。